じゃあさてはこっち、はい、スポルディングっていうメーカーは知ってる、はい、スポルディングは知ってます。あれはあの元 MLB に昔のねスポルディングっていう選手が作ったあの会社、はい、メーカーね、はいはい、で今この革手、はい、これフランクリン、はい、じゃあフランクリンは誰が作ったか知ってる？あ、それはちょっと知らないですね。監督すげえ有名な人だよ。誰ですか？でなんかさっきなんか言ったじゃん、あのなんかだからルーズベルト。あ、ルーズベルト、はい、まあそうですね、あのルーズベルトゲームっていうあの言葉で使われてるやつですよね。ルーズベルトさん誰か知ってるの？ルーズベルトってだからアメリカの有名な人でしょ、うん、はい、野球選手じゃないですよ。じゃないです、はい、何やってた人？何やってた人かは知らないです。名前はよく聞くんですけど。嘘、知らんの？はい、ルーズベルトは何大統領かな。ルーズベルト誰？ルーズベルト大統領ですからね。大統領。そう、でも野球用語でルーズベルトゲームっていうのがあるんですよ。じゃあ多分それにちなんだよ。なるほど。戦争に、はい、だから打ち合い合戦の時はルーズベルトゲームを制したのはこのチームってよく聞くんですよ。初めて聞いた、はい、ちょっと待ってください。お前ものしりだな。いや野球そうなんで動くウィキペディア、ね、いやそこまでは、だって練習のメニューとかはよく間違うんで。それじゃあウィキペディア作ったのサティア？いや違います。それだったらサティペディアでしょ。じゃあサティペディアのボンタ君。じゃあこれも動画にあげますね。あ、ほらルーズベルトゲーム。本当だ。っていうのがあるんですよ。小学生の。いや、野球。あ、でも。じゃあルーズベルト大統領の俺言ってください、最後。え？はい。ルーズベルト。うん、ほら、はい、俺言って。ボンタコーチから、はい。ルーズベルトさん、ありがとうございます。これを作成してくれて。じゃあ、しっかり使ってね。はい、あ、もし監督から許可が出れば使います。コーチはダメよ、選手だとね。ここを切りますよ。分かるように、コーチ陣が。もうだいぶ前のファッションのやつじゃないですか。はい、もう昭和時代。Benjamin. Benjamin. 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 Ben